日本将備校、日本美政教育チャンネルへようこそ。では、早速ですね、えー、問題を見ていきます。今回は2月7日の駒澤大学の問題ということになります。あくまで私的な見解である、所属する難題予備,予備校とは一切関係がありません。なお、この後、他の重機予備校さんが別に新たに回答を出した場合は、そちらの方がより正確に近いと思いますので、そのあたりもですね、ご確認ください。では、早速いきます、えー。空欄前後を見ていきます。およそ今日の町人、浜野町人、鎌カ夏ラカの財布の、太財布、広域の部の空欄の先導ときていますが、 え空欄1番ですが、ここにですね、瀬戸内海の水位における雪の国の空欄ということで、多分これは兵庫、神戸あたりじゃないでしょうかね、神戸は時代的におかしいから、兵庫でしょうね。はいということで、こうがありますから、これが答えということになります。で、次にですね、坂本大スの空欄、これは馬鹿でしょうね、絶対ね。2番も、水陸交通の拠点としては、輸送業者で来てますから、馬鹿。 はい、馬鹿を探しますと、どこにいるかな、はい、とですね、えー、これが馬鹿ということになります。まあ、ちょっとすぐその後にですに、ね、そもそも、おこれ、車酌も来てますよね、はい。で、貸し上げがいて、買いぜに。で、うらうらの、はい、何か、ちょっと分かりにくいですね。で、3番目ですが、はい、各港の都市をね、えー、年貢納入や破壊輸送にあたったもの。 えー、問いか問い丸でしょう。はい。問いか問い丸を探します。そうすると、ここに問い丸があるから、かということになります。はい、3番はかです。で、4番は、これ、分かんないです。で、ここにですね、こう書いてあります。4番ですが、下のリード文を見ますと、はい、室町金に通じた出来上がった所管形式の教科書。まあ、ここからこれ、多分定金往来っぽいなってことが分かって、答えがうということになります。はい。では、続いてですね、 えー、奈良のね、えー、今日奈良の称号業者は平安時代後期から、えー、空欄に属し、胞子の見返りとして保護を受けていた、まあ、本所でしょう。で、本所がないから、本所に当たる言葉で、えー、いいですね、えー。これが本所ですから、大事者や天皇家。ということで、5番がいいということになります。で、この後と、はい、ザロナの中からは、ここから与えられた空欄や久保人の称号、はい、久保人がありますから、神の人で書く辞任、はい、辞任が他です。えー、これがあったということになります。 で有名な座としてはなんとか油座大山崎油座です大山崎が毛ということで7番が毛です、えー、続いてあとはないかな8番の前ですが遠隔地間の金銭の輸送を避け手形で代用させる制度かわしかわせかわしかわせを探しますどこありますかかわしかわせ はい、巣ですね。はい、これが巣です。ということで8番は巣ということになります。で、このあと、はい。オーリング団子、月に空団が開く市場。はじめ3歳1、後6歳1か、これ6歳1でしょう。よって6のへ。まあ、これがへということになります。はい、終わりです。で、最後に、ええー、京都の大都市では空団と呼れは,はい。常設小売店、店棚。店棚。はい、火です。 じゃあ次いきますえー、2番目ですがはい鉄砲鉄砲で近江の空欄で生産国友でしょうはい国友黄色の頃材が で、堺、今回は戸「と」「と」です75年なんとかの流しの舞台に戦った三河ですはい三河 <laughs> 三河へです2番が「へ」で大友市の城下町府内豊後府内えっ、ー、とここですねはい で大友・大村有馬・アリマ天照検温施設誰の勧めバリニャーニアレッサンドロ・バリニャーニかですで京都や山口には、はい、教会でさらに教会南蛮寺と言います南蛮寺が絵5番が絵ですバリニャーニは活印刷も伝えたと で下ですが「平、は、家、い、物語」や「イソップ物語」などなんというかキリシタン版もしくは天草版天草版があるから「さ」ということになりますで続いてですね朝鮮出兵の際ももたらされた空欄の勅命慶長勅番と言いますねでこれ家康が将軍になった時の天皇でもある 御用税天皇でしょ。はい、御用税天皇の祖 <coughs> 祖ということになります。7番が祖終わり。次のページです。<っ>長崎貿易。輸入品ですよね。輸入品だから生糸です。よって、負でしょ。はい、銀は輸出品。硫黄、銅線。 もうこの時代違いますね。よって、負です。大月玄卓の入門書、蘭学改定、派です。ことはじめは杉田玄白。で、敵塾誰が出てきた福沢や大村、橋本さない、えー、大鳥慶介。今回、大村がいますから、答えが以上で終わりです。さて、 でかい3番目です、はい。でかい3番目いきます。<laughs> まず、空欄が貴族院を背景に朝鮮内閣組閣清浦敬吾すですね。で、まあ、ここでもヒントは分かるか。で、政党の総裁が内閣を組織する空欄。これは、県政の浄土。 はい県政の浄土、木ですね。はいじゃあ次、<coughs> 1933年、京都帝国大学の教授が処分、滝川事件、いいです。そして、1938年、空欄を交付して、議会を承認を得ずうんこれも国家総動員法しかないですね。 えー、そうですちょっとちゃっう。で、空団を設置して、武士動員計画を立案、企画員でしょう。はい、だけど、これで文章も良よくないんです、答えは死ですが、さら <laughs> にって書いてありますが、実は企画員の先なんです、企画員が立案してるんですから、だから、このリード文だとね、別解が出かねないからよくないと思いますよ。 ははいでは問いの1。誤ってるもの。あ、憲法制定同時に、翌年第1回の普通選挙。○。最初25歳、15円、丸25年、納税しかてやって25歳、男、丸となるとこれから見ると、25歳じゃないですね。20歳です。よって答えがいいです。まあ常識だったんですけど、今は18歳に変わっちゃいましたからね。 いや一応問題なんでしょうかね、ちゃんと覚えないと。はい、では、あれです、次。正しいものです。<laughs> 井上金五郎、桜会、国会襲撃これ、未遂で終わっていから罰です。いわ、これ、井上日商右翼団体、決命団事件ですね。浜口大佐ちが罰で、井上順之助ですね、これね。よって、罰。 ウですが、これ515ですよね。陸軍が海軍です。よって答えが残った絵でしょう。斎藤内閣。内大臣、殺されたんですね。内閣はこれ、お体内閣です。行動派。OK。これ、丸です。次。大正の文化。ラジオ放送始まった1925。東京、大阪、名古屋、NHK、丸です。 Y ですが、大崎公葉県議所、これ明治ですね。これ明治で、大正時代じゃないですね。だから×、丸×ですから、答えは、い,いということになります。4番目、斉藤内閣、正しいもの。あ、軍部大臣、現役部官制復活、これ、広田内閣です。い、日番、議定書。これが答えでしょう。お、三党出兵は、田中義一内閣です。 井上蔵書、金の石と認め金海金は浜口内閣ということになりますね。はい問いの5番です。えー、まず、竜上孔事件、1931年、露光橋事件が37年、蝶作人爆殺、これっていうのが満州某重,重大事件、満州某重大事件、1928年、よって3、1、2ということになります。3、1、2だから答えが。 こうかなはいということになりますねでは次ですえー、これねやはり来ました世界遺産世界遺産出ると思ったんですよで三内丸山遺跡どれ青森県ですから <laughs> ストレートにこれこの中で これしかないですね。うです。うです。ということで1番がうということになります。じゃあ次。続いてですね。成果の調査から空欄と考えられるようになったと。で何か。はい。答えはですね。有名フレーズ。栗林。栗の栽培。子です。2番が子です。 ななかなかこういういい文章をのは面白いですねで水田による米作りが開始この技術は空欄には東北地方にも伝わったことがわかるとはいでこれがはい弥生の前期ですなぜかっていうと砂沢がある川ですね砂沢遺跡よって答えがえー、っとごめんなさい「蚊」ですね蚊これが蚊ということになります蚊 北海道では、はい、俗縄文文化。俗縄文文化では空欄が使われていることがわかる。これは鉄器でしょう。鉄器。区です。ということで、4番が区ですで。北海道では7世紀から13世紀に空欄と呼ばれる文化が続き、これが薩門文,文化です。薩門文,文化は俗縄文土器と空欄の影響を受けたと。 わからないじゃあ次いきますと弥生時の傾福を引くね土器こっから弾きってことが分かります B は弾きはいでは次ですえー、っと斎明天皇の頃東北に使わされ白月の絵にも従軍はい安倍の平夫ですね でえー、そのほか、はい、九州に置かれ空欄の歌ですからもう先盛しかないでしょうこれねで733年、えー、出羽の作が、えー、北に進んでなんとか城、はい、秋田城ですでは最後に1、えー、水田の極限前方後円墳、はい、それからあ城作どれか とということでまず青森県これが水田です田んぼで2番これがほら秋田城男だから城作でしょうね前方後円墳は角塚古墳というものが一番最北端ですからこれが前方後円墳ということになりますね前方後円墳ですということで 待ってくださいえー、っと何を選ぶんだこれ。で1一が括弧1が北限1括弧3と北限3括弧1が括弧1は1水田は水田は丸三ですね水田丸三というのはそうしかないから答えがそうかな。終わりあ終わりました。 さて、えー、まあね、ちょっと地図も使って面白いものでありましたが、比較的に基本的な問題だったと思います。えー、もう一回よく復習してですね、えー、パーフェクトに取れるように勉強していってください。えー、まだまだ受験は続きますのでですね、えー、とりあえずチャンネル登録といいねボタンは必ずよろしくお願いします。そしてこれからまださらにどんどんどんなるべく可能な限り頑張ってこちらも動画を上げていきますので、えー、皆様もですね、一つお願いがあります。さん言ってますが、えー、皆様の入試問題を提供してください。 まずそれがなければあなんとかアップしてくださいっつってもあげたくてもないものはできませんので、えー、誰とくれもないですよね、えー、だってあげてほしいんだったらただ問題あるんだからあそれをくれればあ作ります、えー、ないもので作れつっ,っても作れないものは作れないんです、えー、なので皆様協力し合って乗り切っていきましょうそれではまたお会いしましょうさよなら